はい、今日動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、体がね、こうなかなかこう反らせないとかブリッジができないとか、そういう方の、ためのですね、このお腹をね、使いやすくする方法ということでお伝えしたいと思いますね。で、まずですね、ちょっと寝てみますね。で、寝た時ですね、両足をね、こう立ててみてください。両足を立ててみますね。で、両足を立てたらですね、おへそ、わかりますか？おへその横をこうつまんで、ちょっと上に引っ張ってみましょうか。で、寝ながらですよ。足を立てて、おへその横をつまんで上に引っ張りながらですね、右、左と。少しゆっくりでいいので、こう動かしてみます。こういうのね、ちょっとやってみてください。はい。で、息ね、なるべく止めないようにリラックスしながら、ゆっくりね、動かしてみてください。はい。で、終わりましたらですね、今度は、おへそのですね、おへそをちょっと上に引くと、ここ、溝落ちってあるんです。ガーンとちょっと当たるところですね。で、ここの横ですね、つまんで斜め下にちょっと引っ張りながら、またね、このままです。寝ながら、足を立てて、右、左ってこう、ちょっとしてみてください。筋肉、お腹の筋肉の流れに沿ってちょっと動かしてますからね。はい、右左です。はい、はい、で、終わりましたらですね、また足をちょっと楽にしてもらって、今度はですね、お腹の、はい、おへそですね。おへそがこうあって、ちょっと右横ですね。右と左でこう上下にこうつまんでみてください。なるべく下からね、つまんでもらうとき。つまんで上に引っ張れる。はい。ここ、腹直筋ってあるんですけど、腹筋ですね。ここをちょっと使いやすくするために、おへその、ちょっと下あたりをつまんで上に引っ張りながら、このままですよ。右ですね。右の方を突っ張りながら、かかとを右の足突き出したときね。膝を曲げたり伸ばしたり、これちょっとやってみてください。お腹の腹直筋ってところを、はい、こう使いやすくするためにこうやってますよ。かかとを突き出したら、こうなんないですからね。かかとを突き出して擦りながら上下上下。かかとを、はい、突き出して擦りながら上下上下です。で、今度、もうちょっと上にしてみましょうか。右と左で、右のおへその、ちょっと上の方をつまんで、かかとを突き出しながら、上下上下っていう。こんな感じです。はい。で、これをですね、ちょっと繰り返して、ちょっと上の方につまんでもらって、また上下。こんな感じです。で、今度は逆ですね。おへその左横をつまんで、なるべく下からね、つまんでもらって、見てください。右左にこう上下にしてもらって、ぐっと上に引っ張る。はい、ぐっと上に引っ張る。引っ張りながらですね、引っ張りながら、左の足をかかと突き出したら上下。で、もうちょっと上に引っ張りしながら、上下上下。はい。で、もうちょっと上に引っ張りながら、上下上下。こんな感じです。で、今度はですね、また足を立ててもらう。拳1個分ぐらいちょっとこう上げてみてください。で、
開けてですね、結構体をね、ボリッチ反らせない人っていうのは、反り腰の人って結構なかなかできないんだよね。反り腰っていうのは、ここがですね、手が、こう腰にこう、入れた時ですね、手がスポスポ入っちゃう方。これは結構ね、腰が反ってるんですね。なので、この腰の反りをですね、ちょっとこう、整えたいと思いますね。で、まずね、おへそ。おへそをですね、自分の顎の方にね、こうやってしてみてください。グッと。わかります?グッと。これグッと、ここ。そうすると、おへそをですね、上の方に、顎の方にグッと向けると、この反ってた腰が少しね、ぴったりこう床につくんです。わかりますかね?おへそを顎の方に、グッと。こうなってたの骨盤を、キュッとこう、上の方にしてあげると、上の方に、ね、おへそを顎の方にこう近づけてあげると、ぴったりなんです。床とね、腰が。で、このまま息をね、ふーっと吐いて、鼻から息吸って、口からふーっと吐いて、床にぐーっと近づける。そうすると、お腹がね、すごく硬くなると思うんです。ちょっとこれ繰り返しましょう。息吸って。ふー。息吸って。ふー。おへそを下にして。息吸って。ふー。息吸って。下にしたいです。息吸って。はい、息吸って。はい、息吸って。はい、息吸って。鼻から息吸って、はい、吐いて、口から吐いて、そうするとここお腹に硬くなると思います。で、これ腹筋運動にもなるんですけど、まあ、はい、楽にしてもらうと少しね、こう接地面、手とかね、腰とか、さっきよりね、このお腹の腰のあたりがピタッてこうくっつくと思う。これはね、ちょっと感じてみてください。で、これをですね、ちょっとこうやってもらうと、はい、腰のね、この反り腰の解消になったり、あと、こうブリッジとかした時に背中を反らしやすくなったりしますんで、ぜひね、やっていただければとね、思います。はい、今日もありがとうございます。